おはようございます。モークさん、おはようございます。タイさん、おはようございます。ハレリア、週の始まりポジティブに。そうですね、私たちは信仰はポジティブですね。信仰はポジティブです。私たちはイエス様がおられる、イエス様がおられるならばネガティブになってはいけません。ガッデムさん、ミーちゃん、おはようございます。シリマルさん、ハレリア、今日は涼しいですね。アンリビさん、おはようございます。今日は涼しくてとても過ごしやすいです、曇っていますが、あ、ラブタンさん、おはようございます。久しぶりです。ヒコさん、おはようございます。あのインスタグラムって皆さんご存知だと思いますが、そのインスタグラムはですね、まあ自分の作った、まあ、Facebook もそうですね、自分の作った料理、食べた料理、それから友達と一緒のショット、それからそうですね、何かインスタ映えするようなものをアップしますよね。しかしですね、その何でしょうかね、インスタグラムとかフェイスブックのように、あの、まあ知らない人がたくさんこうあのフォローしますよね。で、そのたくさんの人がフォローすればするほど鬱になりやすいんだそうですね。そのいろんな人に見られてる、ということでストレスがあるのかもしれません。つまりいいところを見せなきゃいけない。こう、Facebook とか Instagram というのは人と比べて、私はこんなに幸せだ、こんなにうまくやってるよ、こんなおいしいもの食べてるよ、こんな友達とうまくいってるよ、まあそういうところを見せる。ヒットさん、ハレリア、まいちゃんさん一番取れなかった。まいちゃんさん、その一番取ることはそんなに大事なことではないと思いますよ。人と比べることはないのです。ですから、Facebook とか Instagram はですね、ある意味では世の中の考え方、生き方を表しているのではないでしょうか。人と比べて自分のいいところを見せたい、自分が幸せであるところを見せたい、その方が一番なんだ。そしてその人に認められたい、自分がうまくいっていることを認められることによって、その、あ、皆さん、カラスの羽が落ちてます。多くの人はですね、こう認められようとして、頑張ってるというところがあります。Facebook、Instagram がむしろかえって逆にですね、逆にこの自分を苦しめてる、そういうことがあるんではないでしょうか。それに対してですね、 M さん、おはようございます。あ、メロディさん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。それに対してですね、Instagram の前に F をつけてフィンスタグラムというのがあるんだそうです。フィンスタグラム、フェイクインスタグラムって意味なんでしょうか。フィンスタグラム、そのフィンスタグラムは10代にちょっと人気が出てきたらしいんですが、それはどういうことかというと、インスタグラムの反対なんだそうです。つまり何か、まあ汚い部屋を見せるとか、失敗した料理を見せるとか、ノーメイクの自分を見せるとか、そのインスタ映えの逆の、写真をアップするそうです、むしろありのままの自分を見せるとか、弱い自分を見せるとか、なんて言ったらいいんでしょうか、その見栄を張らない写真を貼る、まあそういう意味で逆にですね、あの、なんていうかな、ストレスがなくなるというか、背伸びする、ね、肩肘を張る、
ね、そういうですね、のありのままの自分を見せるというのはむしろかえってストレスがなくていいのかもしれません。信仰を持つというのはそういう部分がありますね。信仰を持つというのはもう私たちはありのままの姿をイエス様に見られている。私たちはもう罪人であるから、私たち自身の中に何か自分を自慢するようなものは何もない。私たちは、自分の中に、ね、誇るものは何もない。なぜかというと作られたんですから。そして私たちは、私たちが良いものがあったとしてもそれはもともと自分のものではなくてイエス様に与えられたもの、また人から学んだもの。私たちは私たち自身のオリジナルの良いものは何もなくて、受けたもの、ね、学んだもの、真似したもの、そういうものが私たちです。どんな知識も誰かから聞いたものであり、どんな才能もイエス様から与えられた才能です。ですから私たちはそもそも、自分を誇るものではありません。もし誇るとすればイエス様だけです。なぜイエス様だけかというとイエス様から与えられたからです。あやぽんさん、ぼっちさん、おはようございます。ごまちゃん、おはようございます。ですから私たちは、自分を誇りません。ありのままの自分を、まあ、悪いものをわざわざ見せるということはないかもしれませんね。悪いものをわざわざ見せることはないけど、何か自分が、ね、自分というものを評価してもらう必要はないし、自分というものをこう嘘ついてね、嘘ついてよく見せようとする必要はないのです。なぜならばそこにはですね、何かまだ自分というものが本当の自分というものをまだ知らないというか、私たちは神様によって作られイエス様によって救われたということを知らないからこそ、何か漠然と自分を認めてもらいたいという、イエス様を知らないがゆえのイエス様を知らないがゆえの自分というものをですね、自分に、まあ、固執しているというか、自分にこだわっているというか、私たちクリスチャンはですね、納豆さん、おはようございます。私たちはもう自分というものから解放されているんです。なぜならば私たちはさっきも言ったように、自分が何であるかを知ったからです、ね、多くの人は自分が何でかというものを知らないので、自分探しみたいな、自分探し、自分というものをこだわっていますが、私たち自分というものは分かりました。私たちは神様に、作られたもの、神様に生かされているもの。今日のタイトルもそうですが、私たちは自分で生きているのではない、神様によって生かされている。私たちは、神様に、日々の糧を与えられている。自分の力で生きているのではない、それを知ることができました。ですから今日の、タイトルは日ごとの糧を今日もお与えください。これは主の祈りの4番目の祈りです。これはどういうことでしょうか。あ、ぼっちさん、それはですね、威厳ですね。威厳ですね。ごめんなさい、最近はですね、威厳で祈るのを放送しちゃってますけど、まあ、ちょっと賛否両論あるんですが、あれ威厳なんですね。B ちゃん、生きることが恩返しだと気づいた。アメン。イエス・キリストに会って生きること。イエス・キリストに会って生きること。それが、恩返しですね。威厳っていうのはね、異なる言葉で威厳とあります。聖書にですね、威厳という箇所があるんです。それは、その外国語の場合もあるし、ちょっと日本語ではないので意味の通じない言葉でもありますが、威厳という祈りがあるんですね。威厳という祈りですね。
はい、エレファントさん、おはようございます。キリスト教に興味があって聖書が欲しいのですが、どうすればいいですか。ですね、アプリに無料聖書のアプリがありますよ。無料聖書のアプリがありますので、アプリで聖書とやってみてください。U バージョンっていうのがあります。英語で U バージョン。それがまあ、一番多く用いられているアプリですね。そういうわけで、私たちとは何なのか。私たちは塵から作られたものであり、神様に似せて作られたものであり、しかしアダムとエヴァによって罪人として生まれてくるものでもあります。しかし私たちは神様に愛され、イエス・キリストを通して神の子になれるということも私たちは知りました。そういうわけで、以前は自分が分かんなくて自分を誇るものでしたけど、今私たちは何なのか、自分は何なのかが分かりました。決して誇るものではない。私たちは自分を誇るものではない。嘘をついて見栄を張って自分をよく見せる必要はないということが分かったんです。それだけでもストレスがありません。多くの人は人の目を気にしてストレスの中で生きてますから、それで、苦しいのです。多くの人が苦しいのは、自分が何かということをまだ知らないので、自分をよく見せようと思って苦しいのです。または、人の目が気になって苦しいのです。しかし私たちクリスチャンはもう人の目を気にしません。もちろん礼儀正しくしなければいけないし、マナーも考えなければいけないし、人に、ね、つまずきを与えてはいけませんよ。それはまたちょっと話は別です。私たちは気遣いはします。でも、自分というものの評価に対しては、気にしません。誤解されたくはないけど、誤解されても仕方ありません。私たちはありのままで生きることができます。ぼちさん、そうです、その通りです。そして私たちは、生きているということも、あ、おはようございます。生きているということも偶然ではないし、当たり前ではないし、自分の力で生きようとする必要もないということが分かりました。まゆちゃん、引っ越しされたんですね。引っ越しされたんです。兄さん、私たちはですね、多くの人は、生きていくためには働かなければならない、生きていくためにはお金が必要だと思います。イエス様おっしゃいました。亡くなる食べ物のために働いてはならない、永遠の命に至る亡くならない食べ物のために働きなさい、神の国とその義を大事に求めなさい、そうすればそれらのものは与えられる。多くの人は、自分の力で生きなきゃいけないと思うために、亡くなる食べ物、生活のためとか食べ物のために働いています。でもイエス様はおっしゃいました。亡くなる食べ物のためには働いてはいけないとおっしゃいました。私たちは何のために生きているか。多くの人は生活のために生きています。食べることのために生きています。それは間違っているということを皆さん理解してください。私たちは、そのもっと意味のある、もっと価値のある、永遠に残るために働かなければなりません。イエス様のために働く、伝道のために働く、福音のために働く、それが本当の生きる目的なんです。タイさん、マタイ 6-33、 だから神の国とその義とはまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。さっきの亡くなる食べ物のために働いてはいけないというのはヨハネ 6-27 ですね。ヨハネ 6-27。 皆さん、私たちはですね、天のお父様が養ってくれる。私たちは神の子供です。信仰がなくても養ってくれますが、信仰があればなおさら養ってくれると思いませんか。私たちはそれを信じる必要があります。
姉さん、私たちは天のお父様が養ってくれているということを信じる必要があります。もしそれを信じるならば生活苦から解放されます。多くの人が生活で苦しんでいるのは、自分の力で生きていかなければならない、お金が必要だと思うから生活苦があります。しかし天のお父様が養ってくれると信じるならば、空の鳥を見なさい、働きもせず蔵に収めることも借り入れすることもない、空の鳥を見なさいとイエス様はおっしゃいました。空の鳥でさえ、自由に生きているのに、なぜ人間が重労働しなければならないかということです。ヨハネ6の27、亡くなる食べ物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。日本語ではですね、亡くなる食べ物のためではなくとありますが、英語ではですね、Don't labor for the food which perish とあります。つまりどういうことかというと、英語だとですね、亡くなる食べ物のために働いてはいけないと、はっきりと働いてはいけないと、そう書いてあるんです。日本語だとちょっとなんか、ニュアンスがですね、弱くなっています。ですから働いてはいけない、亡くなる食べ物のために働いてはいけない、皆さん、これイエス様の命令ですよ。イエス様の命令です。兄弟姉妹の皆さん、これははっきりとしたイエス様の命令です、ね、亡くなる食べ物のために働いてはいけないと、そう書いてあるんです。そしていつまでも保ち永遠の命に至る食べ物、それは御言葉ですよね。御言葉のために働きなさいというのはどういうことですか。それは御言葉を述べ伝えなさい、御言葉を述べ伝えなさい、述べ伝えなさい、それが私たちの仕事です。それをですね、多くのクリスチャンはまだ分かっていません。多くのクリスチャンはまだ分かっていません。私たちは、御言葉を述べ伝える仕事をしなければなりません。それで皆さん、本当に養ってくれるのか、本当に天のお父様が養ってくれるのか、まず御言葉を信じる必要があります。それだけではありません。体験するならばさらにいいです。ぜひ皆さん、体験しましょう。本当に天のお父様が養ってくれるか、でも大事なのは、今日のタイトルではないですけど、日ごとの糧を今日もお与えください。このように、祈る必要があります、ね、私たちは求めて与えられるのです。天のお父様に求めて与えられます、求めなければ与えられません。私たちは日ごとの糧を今日も与えてください、ね、しかし、今はどっちかというと食べ物だけじゃなくて他のいろんな必要もあるでしょう。シャンさん、おはようございます。私たちは、電気代、ガス代、水道代、またインターネット代、いろんな必要があります。そういうものもですね、求めていいのです。神様、インターネット代ください、ガス代ください、電気代ください、いろんな必要を皆さん祈りましょう。私たちは、そういうものを日々与えられているんです。そして皆さん、大事なことは、人生というのは、生活というのは、神様から与えられて生かされているということを理解することです。私たちは自分の力で生きているわけじゃないし、偶然生きているわけではありません。私たちは、神様から恩恵を受けて、神様から恩恵を受けて生きている、そのことをまず理解しなければなりません。日本人はですね、昔ご飯を食べるときに、いただきますって言って食べます。今でも、皆さんの中でいただきますと言って食べてる方もいらっしゃると思いますけど、でも多くの人は漠然とお百姓さんとか先祖とか、漠然としていただきますと言います。でもそれは漠然とではダメなんですね。天のお父様が
与えてくれているということを認める必要があります。ですから私たちは食事の前に祈ります。クリスチャンは食事の前に感謝の祈りをします。食べ物を与えてくださってありがとう、必要なものを与えてくださってありがとう、ですから皆さん、ぜひ兄弟姉妹の皆さん、食事の前は、感謝する良い機会です。食前の祈りと言いますが、ぜひ皆さん食前の祈りをして、感謝にあふれて、感謝にあふれて祈ってください。坂田さん、血圧が、154ある、ぜひ祈ってください、イエス様に祈れば、イエス様に祈れば、叶えられることを体験してください、祈らないから叶えられないのです、多くの人は祈ってもダメだと思っているかもしれません。それは祈らないからですね、祈れば、叶えられることを体験しましょう。シャンさん、公園の緑も神様が私たちに与えてくださったご褒美なんですね。アメン。デトロイトのデビッド・テイラー集会に出た時に、天のお父様の好きな色は緑だそうですね。ですから自然が緑が多いのは天のお父様が好きな色だからですね。緑というのは人間にとってとてもいい色だという、ことは、言われています。核爆弾のない世界を、叶えてください。はい、ぜひ祈ってください。それはとても大事な祈りです。空と海は青ですね。そうですね、地球は青かった、地球は青かった、まあ青という色もいい色です。カリスマ派では青はですね、聖霊様の色だと言われていますね。聖霊様の色が青、天のお父様が緑、イエス様は何色でしょうか、イエス様は白か赤、イエス様の色は白か赤、天のお父様が緑、聖霊様が青まあそれは一応そう思うだけなんですが、シャンさん、私は毎日お祈りに始まり、お祈りで一日を終えます。ハレルヤ、素晴らしい、祈りはですね、祈りは、まあ、神様との会話です。神様との会話。彦さん、金色はですね、天国を表します。金色は天国ですね。イエス様はみんなを見てるから忙しいですね。いや、人間と違ってですね、もう余裕を持って見てくれてますよ。ピンク色ですか。ピンク色はどういう意味でしょうね。まあちょっと分かりませんが、いい、あの夕焼け、朝焼けはピンクがありますよね。綺麗です。そういうわけで、私たちは、神様に恵みを与えられて生きていることを理解しました。つまり私たちは自分の力で生きよう、自分の力で頑張ろうということは、良くないということですね。むしろ神様に与えてください、必要なものを与えてください。私たちは、イエス・キリストを通して神様に願いながら生きる、もともとそうなんだ、もともと私たちは神様によって与えられて生きているんだということをまず理解する必要があります。自分の力で生きようとするから、うまくいかないのです。私たちは、天のお父様に、願ってこそ豊かに与えられることを体験しましょう。そしてそれをはっきり理解したときに平安があります。それをはっきりしたときに、生活苦から解放されます。それを
体験した時に喜びが来ます、ね、ああもう今まではどうしようどうしようどうしよう、お金お金お金、どうしようどうしようどうしよう、そういうふうに苦しんできた。でもそうではないんだ、イエス様に願えばいいんだ、ただただイエス様が与えられることを信じ、また待ち望めばいいんだ。すべての恵みはイエス様を通してくるんだ、すべての恵みはイエス様を通してくるんだ。それが分かった時に私たちの、苦しみが半減します。苦しみが半減します。シャンさん、今朝も神様に感謝します。アメン。すべて神様に委ねて生きていると信じています。アメン。ジュデロンさん、なぜ多くの日本人は人生を無駄に過ごしているんですか。イエス様を知らないからですね。真理を知らないから、真理を知らないから、イエス様を知らないから、多くの人は闇の中で、迷っているわけですね。闇の中で迷ってます。ヒットさん、迷った時、不安な時、心配な時はどうすればいいんですか。イエス様に立ち返って、イエス様の教えを信じることですね。イエス様の教えを信じること。太郎さん、イエス様を知ったら何年ぐらい。40年ですね。41年。さとちゃん、おはようございます。ハイカラさん、おはようございます。 MJ さん、朽ち果てた時助けてくださるんでしょうか。もちろんです、もちろんです。坂田さん、クリスチャンがですね餓死したってあまり聞いたことがないですね、クリスチャンが餓死したっていうのは聞いたことがあります。ヒットさん、お父さんの葬式はキリスト教ではどうすればいいのですか。キリスト教の葬儀社っていうのがありますね、キリスト教の葬儀をしたい方はキリスト教の葬儀社に頼むといいと思います。赤辻さん、おはようございます。勝地さん、おはようございます。朝ごはんはこれからですね。シャンさん、どん底の時こそ神様は手を差し伸べてくれます。そうなんです。どん底の時こそ神様は手を差し伸べてくれます。モーカさん、天のお父様から与えていただき生きていることが分かってきました。求めるものに与えられる。神様に求めたとき、与える体験をしたことが何回もあります。求めて与えられた体験が何回もあります。素晴らしい。ごまちゃん、お金がないときに思わぬ収入で必要なものが買えたことが何回もあります。アメン。アメン。それは偶然ではありません。それは偶然ではなく、天のお父様が与えてくれたんです。ですから、天のお父様が本当に与えてくれるということを体験し、また信じて確信しましょう。そうすれば、心配がなくなります。恐れがなくなります。ぜひ皆さん、私たちは与えられて生きている。すべてのことは与えられているんだ。私たちは自分の力では何もできないんだということを理解しましょう。中陳さん、十字架のネックレスをお守りにしたいです。まあお守りっていうとあまり良くないかもしれません。でも十字架を覚える、十字架をいつも考えるという意味では、十字架のネックレスはとてもいいと思います。お守りという形は良くないかもしれません。大事なのは、私たちは十字架によって救われた。そして十字架こそ神のその愛の御業だということを述べ伝える必要があるということですね。自分もそれを確信しなければならないと同時に他の人に伝える必要があります。
ルルーさん、イエス様に祈ってお願いをよくするのですが、叶えていただいたばかりで贅沢な気がします。アーメン。ルルーさん、イエス様はどん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 、ね、ルルーさんに願ってほしいのです。もちろん御心にかなう願いです、ね、快楽のために願ってはいけないと書いてあります。神様の喜ばれる願いはどんどんしてください。天のお父様は緑、聖霊様は青、素敵ですね、森と空。そうですね。アイポンさん、ある人にひどいことを散々言われました。それでも許すべきでしょうか。それでも許すべきです。それでも許しましょう。アイポンさんが許せば許されます。許さなければ許されません。次のタイトルがそれを考えています。主の祈りにあります。アイポンさんが許せば許されます。許さなければ許されません。太郎さん、十字架を持てば幸福が訪れるのでしょうか。いえいえ、十字架を信じること、イエス様を信じて、十字架によって自分の罪が許されたこと、許されることを信じること、十字架によって罪が許されることを信じるならば、幸福が訪れます。タイさん、キューちゃん牧師から毎日訓戒をもらいながら、イエス様に涙しも、霊的フィットネスでここに来てます。そうです。私たちは、そうですね、もう一つ言わなければなりません。この日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの霊的な糧も含んでると思います。つまり、皆さんが放送に来て御言葉を学ぶということは、まさに日ごとの糧を受けていることになります。私たちは、食事が必要なように、それ以上に御言葉という霊的な食事が必要です。まさに皆さん、この放送こそ日ごとの糧を与えられている、日ごとの糧を与えられていると言えるでしょう。アイポンさん、はい、許します。アメン。素晴らしい。 MJ さん、天使を見ました。わあ、素晴らしい。ハイカラさん、その相手から許されるのですか。神様からですね。相手から許されないかもしれません。でも神様から許されます。ヒットさん、昔の教会は間違って魔女狩りをしてしまいました。異端審問、それは教会の大きな間違いでした。日ごとの糧ですね。日ごとの糧。ですから私たちは、神様から日ごとの霊的な糧もいただきましょう。むしろそっちが大事です。私たちは霊的な糧、御言葉によって成長します。私たちの生活は霊的に成長することです。霊的に成長してこその日々なんです。昨日よりも今日、今日よりも明日、私たちは成長しているんです。霊的な糧を食べなければ成長できないんです。ハイカラさん、神様から許される。ああ、わかる気がします。確かに。チャンさん、昨日隣人から物を投げつけられたので、私もカチンと来て隣人を平手打ちし、泣きながら隣人に謝り許してもらいました。神様に感謝しています。そうですね、暴力はダメですね。暴力は。でも謝ったことは素晴らしい。謝ったことは素晴らしい。 MJ さん、家のローンや借金や自殺する人がいなくなる世界、まさに神の国です。私たちはそういう神の国を求めることができます。神の愛で求めましょう。 MJ さん、まずそういうお金の呪いを断ち切る必要があります。お金がなければやっていけないという呪いを断ち切りましょう。お金の束縛から解放されるのです。お金ではなく、天のお父様が与えてくれる。お金も与えてくれるし、食べ物も与えてくれるし、すべての必要は天のお父様が与えてくれることを信じるならば、お金の呪いが断ち切られます。お金から解放されます。クリスチャンでもお金にとらわれています。お金から解放されることが大事です。
それは偶像崇拝から、偶像崇拝をお金の偶像崇拝から、立ち返るということです。拝金主義から解放されるということです。まずクリスチャンは、拝金主義から解放されることです。お金から解放されることです。天のお父様がお金も与えてくれること信じることです。サタンはお金によって縛ってるんです。すべての人間をお金によって縛ってるんです。ですからそのことを理解しましょう。天のお父様をによってもう私たちは解放されるんです。シャンさん、はい、暴力はいけませんね。神様にも許してくださいとお祈りしておきました。そうですね、その隣人の方をですね、許してください、ね、隣人の方を許して愛してあげてください。ストレスを与えないようにね、大丈夫と、ね、お金がなくても大丈夫、お金がなくても大丈夫よと、平安を与えてください。ハイカラさん、必要なだけの経済力を与えてくれるからですか？その通りです。天のお父様は必要をご存知だと書いてあります。天のお父様は私たちの必要をご存知だから、明日の心配は無用だと書いてあります。ぜひ皆さん、私たちは、天のお父様が与えてくれることを信じて、心配しないで自由になりましょう。自由になりましょう。セシさん間違ってますよ。セシさん間違ってます。私たちは神様によって生かされているんですね。トモさん、解放された後、今まで貯めたお金はどうしたらいいですか？天に宝を積みなさいとありますね。天に宝を積みなさい、地上に宝を積まないで天に宝を積みなさいと書いてあります。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、私たちは神様によって養われてるんだ、神様に必要を与えられてるんだ、今までお金に頼っていたけど、お金に頼るんじゃなくて、イエス様に頼ろう、天のお父様に頼ろう。天のお父様は私たちの必要をご存じで、すべて与えてくれるんだ、イエス様を信じて、これからは、お金から解放された生き方、生活苦から解放された生き方をしたい。もう生活苦は嫌だ、お金に縛られるのは嫌だ、お金に心配するのは嫌だ、これからは、信仰で歩みたい、イエス様を信じて、自由になりたい、解放されたい、もう心配したくない方、アメンと言ってください。アメン。これからはもう心配する心配人生から、解放人生、解放人生を送りたい。もうお金で心配しない、もう食べ物で心配しない、もう信仰で歩むんだ、天のお父様が与えてくれる、天のお父様が与えてくれるという信仰で歩むんだ。そして本当にそれを体験したい、体験したい、そう思う方はアメン、アメン。そうです、シャンさん、解放人生、解放人生、解放人生です。天のお父様、感謝します。私たちは、サタンに騙されて、サタンに騙されて、神の助けを知らずにお金に頼ってました。自分の力に頼ってました。仕事をしなければ食べていけない、お金がなければ食べていけない、生活を一番に生きてました。それは間違ってました。そうではなく、イエス様のために働き、神に仕えることこそ人生だということが分かりました。もうお金に縛られたくありません。もっと大事なこと、大事なことのために歩みます。福音のため、御言葉のため、十字架のため、神の愛のために働きます、使います。どうぞアーメンと言った方々が、
お金から解放されて、本当に大事な仕事、本当にするべき仕事のために人生を使えますように、カイロを祝福してください。カイロを祝福してください。導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、それじゃあ皆さん、まあ一遍でそれを価値観を持てるないかもしれません。でもぜひ皆さん、この価値観を持って皆さんが解放されて、もう自由に考えて、ああもう私は自由なんだ、もう私は、そういう生活苦から自由なんだ、イエス様がいるから大丈夫なんだ、イエス様がいるから心配しなくていいんだという自由を味わってください。自由を感じてください。自由を体験してください。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン。良い一日を。自由な一日、楽しい一日、解放された一日を送ってください。シャローン、シャローン、シャローン。